皆さんおはようございます。奈良のモンテサポでありフットボールサポーター遠征芸人の HC でございます。2024年フットボールサポーター遠征機構モンテのアウェー横浜編でございます。ってことで、最寄り駅の JR 法事寺駅の方に来ております。で、出発当日は、3月8日金曜日ってことで、普段は、通勤する時間帯で、ちょうど、今この時間帯の、列車でいつも通勤しております。で今日は、有給を取ってまして、その有給を利用して、前日に乗り込もうっていうことで、今から出発いたします。ってことで、3月に入りましたので、春の青春18切符で、横浜へ向かいます。じゃあ今から改札の方へ行きまして、日付の方を押してもらいに行きます。すいません、2回目をしてもらえますでしょうか。はい、お待たせいたしました。この辺の解説機を開けてください。はい、どうもありがとうございます。無事に、押してもらいまして、改札の中に入りました。ってことで、行ってまいります。今回の動画も皆さんよろしくお願いします。いつもは、大阪方面のホームにいてるので、今日奈良方面のホームにいてることにちょっと違和感感じております。ってことで、6時50分発の、奈良方面の、京都行き、奈良線に、乗り入れる列車です。これで出発いたします。法隆寺です。2番乗り場に到着の電車は、で JR 奈良駅に到着しまして、向かいのホームに、鴨行きが停車していますのでそこへ乗り込みます。で、乗車した列車ですけど、奈良までは普通列車で奈良からは、快速列車に変わります。車内では携帯電話はアラームモードに設定の上、通話はご遠慮ください。ご理解とご協力をお願いいたします。鴨駅に到着しました。で、今回の、往路は関西本線経由で、向かいます。でこの時間帯はさすがに大阪方面の列車は、頻繁に出ております。亀山行きの、ディーゼルカーが入線してきました。ちなみに車両はお茶の京都ラッピングで、この南山城地域はお茶の栽培が非常に盛んなところであります。
亀山駅に到着で、次の列車が、入線してきました、これに乗車して名古屋へ向かいます。名古屋まで、移動しました。いやー、平日の朝ってめっちゃ快適っすね。いや、こんなに移動がもう全然疲れたまらず気持ちよくここまで、まあ名古屋言うてもまあうちから160キロぐらいですけど、いやこれやったら全然もう18切符在来線の移動も全然いいっす。でここからは、新快速で乗り換えてまた、東の方へ。浜松でランチタイムします。で、時間が30分ちょっとしかないですし、1時間あったら餃子でも食いに行こうかなと思いますけど、もう駅そばでちゃっちゃと片付けます。4号車と5号車です。グリーン車を
ご利用の際にはグリーン券が必要です。This is an Ueno Tokyo Line train for Koganei via the Utsunomiya Line. Green cards are card. Thank you.
皆さんおはようございます、時刻は朝7時15分です、ついにアウェー横浜FC戦の朝を迎えました、昨日の不安定な天気とは一転して、もう雲一つないもう快晴の朝を迎えました。さあこの快晴の天気同様モンテが、気持ちよく勝って開幕3連勝絶対そうなるように、精一杯後押ししたいなと思っております。本日もよろしくお願いいたします。Your attention please. The local train bound for Ohana will soon arrive on track number 1. For your safety, please stand behind the yellow line.
カメラに向かってサインをしている姿を後日横浜 SC 公式 X に投稿いたしますので、そちらの投稿をフォロー&リポストしていただいた方の中から抽選で1名様に最大のパネルをプレゼントいたします。詳細は横浜 SC 公式 X のチェックをお願いいたします。ここからはスタジアムでの主なイベント情報です。横浜 SC では横浜市が取り組んでいる海洋資源を活用した温暖化対策プロジェクト横浜ブルーカーボンの取り組みの一環で、2021年から横浜八景島シーパラダイスと連携しています。本日はシーパラシータが遊びに来たり、海の生き物に触って遊べる学べるタッチプール、売り場シーパのご飯ピース販売などさまざまなワード企画を開催しています。テディオ、オレオレオレボテディオ、オレオレオレボテディオ、オレオレオレディアウェイダイスウェイダイスダイスボテディオ、オレオレオレボテディオ、オレオレオレボテディオ、オレオレオレボテディオ、オレリオリオリオヘイリオリオリオヘイリオリオリオヘイリオ。さあここからはリオ六面シロリオです。
ラララララララ。山形アディオ、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 
山形ディオ山形ディオやったー俺たちがついているタララ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 山形俺たちがついているララ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 ラこのタイミングで、もう毎試合後の恒例となりました、あの試合の感想ぼやきをやろうかと思います。といっても今日は短いです。もうはっきり一言で言えば力負けです。今日はもうそれだけ。いや確かに横浜はね、そう力で押し切るだけのね、あの J2 レベルではメンツがいるんですよ。もう外国人も結構ね、どちらかというとパワー系の選手で、少々無理をしてでもなんか強引に運んだりシュートを打ったりできる、そういう選手もいますよね。でことごとく局面で今日はちょっと厳しい戦いを持っては強いられたんで、まあ結果は2対0で、開幕3連勝ならず。まあ昨年とね、結果は同じってことになったんですけど、まだ今年の方が全然救いようあります。去年連勝して負けたんがヤマハスタジアムでジュビロ磐田戦やったんですね、アウェーの。その時はもう完全に対策練られて、ジュビロは自分たちのやろうとしているサッカーを後回しにしてまでまずモンテのいいところを消して密かにカウンターを狙ってっていう、そんな感じで一度は同一点に追いついたんですけど、結局はね、そのカウンターでやられて負けちゃったと。で今回はね、もう先ほども言いましたけど完全に力負けで、モンテは、まあ、サイドはすごく豪華になったんですけどね、やっぱり今ブレイク中の、高橋純也選手も今日はちょっと不発っていうか、純也はまだ成長過程なんですよね。もうこの2試合ですごく、まあ今日もね悪くはなかったんですよ。正直僕は純也は残していいと思ったんですけどね、まあだからまだ完成されてないチームなんですけど、チームなんですよ。まあモンテはね、去年からのベースあると言っても選手入れ替わりましたから、だからここからどうチームがよりさらに一つレベルの上がったサッカーを見せることができるか、まあ、一つレベルが上がり、そしてそうですね、相手の裏をつく、まあ、裏をついてでそこから得点して
勝てるようなチームになれるかどうか、まあ、そこを見ていきたいなと。でそれなくして、まあ、自動昇格も優勝もありえませんってな感じです。まあでもね、次もホームに帰るんですけれど、相手がヴァンフォーレ甲府 ACL、 まあ16でベスト16で敗退したんですけど、もう甲府としてはもう十分に結果残しました。しかもその経験をここまで生かして戦ってるなっていう風に見て取れるんです。ものすごく個人的にはまあ不気味、もうめちゃくちゃ不気味で、もう嫌やなっていう風に思ってるし、今 J2 の中で戦ったらもしかしたら甲府は一番強いかもしれません。ただそこにも立ち向かって壁を越えないと自動昇格は見えないんで、まあ自分はこの先ちょっとしばらく行けないんですけれど、次のホーム甲府戦からモンテの選手スタッフがどれだけ頑張って結果残せるか、そこに、期待しながら見守っていきたいなと思います。まあね、もう今日は別になんかもううわーとかそんなんじゃなくて、いやーもうやっぱ力負けしたっていう感じなんで、まあすっきりはできますってことで、試合は残念でしたけど、切り替えて次のミッションに備えたいなと思っています。観戦に来られた皆さんで、私父に声かけてくださった皆さん、お疲れ様でした。横浜駅に、今います。いやーハングリータイガー、いや思ったより良かったっす。はっきり言って静岡の爽やかとかあるんですけど、俺爽やかやったらハングリータイガーの方がハンバーグの食い応えあったかなっていう感じでした。で、今日も泊まるんですけど、今日は横浜市内じゃないですってことで、今夜の、宿泊地の方へ今から移動します。いやーここまでね、試合結果以外は満足です。
おはようございます。今回の遠征最終日の朝を迎えました。で、ホテルにチェックインしてからなんですけれど、まさかまさかのエレベーター故障により、ホテルの部屋がしかも7階で、非常階段を上ったり降りたりと思ったより大変な夜でございました。変な疲れが溜まった夜でした。ってことで、ここからはもう今日は帰るだけです。ってことで最終日もよろしくお願いいたします。
Thank you.
無事に、法隆寺駅に帰ってきました。で、今回の遠征の動画はここまでになります。で、しばらくちょっと忙しくなんで、あの動画配信遅れる可能性高いです。次回の、フットボールサポーター遠征機構は日帰りですけれど、JFL、レイラクシガさんのホームゲームにお邪魔しようと思っているので、ハトスタジアム編をお伝えできればなと思っておりますが、中止になる可能性がございます。で、中止になった場合は、4月まで観戦することはないので、4月に、お送りする予定でございます。で、もしよろしければ、高評価並びにチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いいたします。